ではその ISTP の人を、まあ、そのグラデーションで言うと I と E のグラデーションが人にはあるので、はいはい、まあ、両方あるんでしょうが、うん、ESTP、うん、はい、の紹介を冒険家とありますね、うん、なるほど、よりアグレッシブな感じですかね楽しむフィールドが基本外外、はい、楽しさを求めて冒険する人、うん、多忙が大好きな人、おおらか、自然体、のびのび、くよくよしない、大胆な行動を取れる、観察力にも優れている、現実的、今という瞬間を楽しむ新しいものが好き、自分にも人にも寛容、型にはまらない、親しみやすい、人気者とありますね。体を動かしたい冒険好き、会話より活動を好む、多くの人と交流したいとありますね、うん、なるほど、 ESTP、 なんか私、はい、T の人って、うん、どちらかというとこのおおらかでない、うん、論理的でないものに人一倍厳しいという印象があったんですけど、そうでもないんじゃないですか勝手に、はい、あの J の人が厳しいんじゃないですか、なんだとF も T も J の人が厳しい感じがするじゃないですか、決めつけないでもらえますかね、で決めつけないのが P な感じじゃないですかなるほど、はい、なんであそうなんやとか思いながら、うん、というこの ESTP の人の、では仕事面での長所、鋭い観察眼、事実に基づく情報をとどめる卓越した記憶力、仕事を完遂するために必要なものを現実的に考え見分ける能力がある、魅力があり知らない人ともすぐに親しくなれる、活力にあふれている、活動的に働くのを好む、変化に柔軟に対応し手法を素早く変えることができる、仕事を楽しいものに、ワクワクと興奮するものにできる、チームの一員であることを楽しめる、実践的で現実的な認識を持ち良識がある、どちらかといえば結果よりプロセスの方を重視する、職場の雰囲気を生き生きとした楽しいものにできる、柔軟性があり喜んでリスクを犯せる、新しい方法を試すのが好き、異なるものを受け入れようとする、流れに身を任せて進む能力があるとありますね、はい、T っぽさがないですね、まあ、SP ですからね、 SP タイプ、バッカス、はい、酒の神バッカス、はい、ただまあこの判断するのはでもやっぱり T なんでしょうね、うん、まあ論理は好むんじゃないですか、なんで、うん、状況を見て、うん、なんか F から見ると、はい、一緒のように決めてるねっていうのは感じると思うんですよ、うん、同じタイプって、うんうんうん、でもその結論に至った工程は全く違うんでしょうね、うんうんうん、よりなんて言うんだろう、論理的にちゃんと考えて、うんうん、なるほど、ではそんな人の短所、 ESTP さんの短所、うん、一人で作業を進めるのが苦手、特に長時間は避けたい、うん、あ、わかったわかったググレカスの人ですね、ググレカスの人、あ、聞いてくんなよと自分で喋りゃわかるからって、うんうんうん、あのさっきも言ったみたいな、あ、まあ、でも一人で作業するのは苦手な人ですよね、この人は違うんですか、よく聞いてくる、よく聞いてくる、何かにつけて、うん、逆に聞いてくるんじゃないですか、この人たち、この ISTP の人は聞いてくるなの人じゃないですかはいはいはい、だから僕はなんか今、はい、ググレカスの人が、あ、ググレカスのこっち側、うん、あ、聞いてくる人、言われる側、ググレカスって、うんうん、言われる側、言われる側の話をしてました、はいはい、うん、あ、ググレカスって言う人と言われる人ですね、言う人と言われる人なるほど前もって準備するのが嫌い、計画を立て時間通りに物事を進めるのが増えて、人の感情に無頓着になりがち、時に不愛想で思いやりに欠けるように見える、今は存在しない可能性や選択肢に目を向けられない、忍耐力に欠ける、複雑な手続きや細かい詳細を扱う作業にはイライラする、なかなか決断を下せない時がある、物事の優先順位をつけるのが苦手、衝動に駆られやすい、誘惑に弱く気が散りやすい、活動の長期的な結果を推測するのが苦手、過剰なルールを嫌う、組織を重んじる官僚主義が嫌い、長期的な目標を設定したくない、
締め切りを守るのが苦手とありますね、うん、まあ、SP ですよ、はい、SP が強いんですよ多分 T よりも自分の願望を優先したい、うん、自分の願望というか、まあ、自由をじゃないですか。そうで僕も、うん、ちょっとこの辺が分かるのがあまり集中力ないので、はい、結構なんかネットが自由に見れる環境とか携帯が自由に見れる環境だと、うん、だって45分に1回ぐらいはなんか、はいはいはい、ちょっとよそごとするんですね、うんうんうん、対象が巻いた会社ってそういうのってできる環境でした、はい、どこですか。あ、そのエンジニアの時、エンジニアの時できる環境です。ずっとググってました。2チャンネルずっと見てました。あ、そういう仕事はいいですよね。はい、はい、なんか他の人ってちゃんと真面目にずっとやってるんですかね。やってる人もいますよ。あ、僕だからよそごとばっかりしてたんで、はい、来たパッて画面切り替えて2チャンネルやってました。男の子が、はい、家でエロビデオを見てるみたいです、ね、あ、そんな感じです。階段の音がした瞬間にもそうそうそうチャってチャンネル変えて、みんなこう座ってるじゃないですか横に並びに、はいはい、誰か立ち上がると画面がパッて切り替わるみたいな。それの AI を考えようみたいなことやってそうです、ね、はいはいはい切り替わる AI 切り替わる誰かに反応してみたいな。なるほど、はい、一人で考えると限界があるので周りに聞いた方が早いかもしれないとすぐ思う。でもやっぱりこれはね僕もその癖があったんですけど、うん、やっぱり怒られるんですよね、うんうんうん、であとだいたいググると、うん、答えが出てくるんですよ、うんうん、最近の AI はすごいですよ。AI というと本当に AI そのもなんかあるじゃないですかイラスト、はい、書いてくれる AI とか、はい、結構ツイッター見てるとやってるんですけど、はい、あの最近テキスト考えてくる AI があるんですよ。あー終わった俺の仕事終わった終わったこの終わったテキストだけじゃないですよ。僕はこう例えばこう HTML でテトリスのプログラミング考えてとかって言うとバーってコード書いてくれるんですよ。本当にもうあの落合陽一さんが言ってるんですけど、はいはい、もう2025年に知的、うんはいはい、知的なホワイトカラーの仕事は、うん、ほぼなくなるっていうんですよね。そうです。なんか逆だったと。ホワイトカラーが残ると思ってたら、うんうん、ホワイトカラーすらがなくなる先に。だからもう多分サービス業ですよ残るのは。サービス業とあの農業じゃないですか。梶さんエヴァンゲリオンでいうところの、はい、結局は、うん、だからなんかそのボカロとか歌も30秒でできるんですって、はいはいうん、できますよ。こんなこんなこんな曲作ってってやると、うん、パッて出てきて、あ、うん、違う違うもうちょっとこの気持ちをね、うん、みたいな、あ、もうちょっと悲しくしたいとかって言うとまた30秒後にパッてできるんですって、うん、そう それで僕あのこんな歌詞考えてってやったらババババババって出てきました。すごいですよ。だとなんかその奥田民読みとかってあるじゃないですか、はいはい、ああこのなんかギュッて詰めるとこミスチルっぽいよねとか、うん、多分そこまではまだできないです。あの多分落合陽一がやってるのは僕と同じやつですもん。ああなるほど、はい、なるほどなるほどなるほど。でもまあそのいろんなチャンネルを見ていると、うん、曲作ってる人とかが、はいはいはい、本当に苦しそうなんですね、うんうんうん、漫画家さんとか、うん、僕が曲作ってる人だったら AI 使っちゃいますもんきっと。なんかコード進行考えてとかやると考えてくれるんですよ。そうなんですよね、はい、でまあこれらはよくこんな感じので使われてるコード進行ですとか言って出してくれる明るい曲で。しまった今 ESTP の時間だった。あ ESTP の時間ね申し訳ございません、はい、ではそんなってどんなESTP さんに向いてる、はい、仕事で一番先に来るのがやっぱり ISTP とは似てきますね。先ほど、うん紹介したセールスサービス活動的な仕事っていうのが来て、うん、警官など公務員に魅力を感じる ESTP は多いと、うん、活動的な仕事が多く多様性があり異なるタイプの人たちと接する機会があるからだと。また変化する状況に素早く対応しなければならない仕事にも向いていると、うん、どれほどストレスを感じていても冷静を保って立たなければならない仕事では能力を発揮できる。冷静を保つシーンで能力を発揮すると、うん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 、生まれつき好奇心が旺盛で観察が好きな ESTP は有能な刑事や捜査官になると、うんうん、警察官、消防士、救急救命士、刑事、うん、法務教官、ねうん、あとはまあそのスポーツ医療とか、うん、セールス、
私立探偵スポーツインストラクターとか、うん、まあ、民間ヘリのパイロットとか、うん、自衛官とか船長とか出てきます、うん、なるほど、似てますねさっきと。そうですね、うん、同じ、どうほぼ同一なんでしょうねまあちょっと外交的かちょっと内向的かの違いぐらいで、でもこの ESFJ と ISFJ とかって結構パキッとしてた感じはするんですけど、ここなんかニコイチな感じがしますね。で次に来るのが金融ときて、金融の世界は ESTP 型にとって魅力的だと。特に急速に変化する状況に対応し、ある程度のリスクを犯す仕事にはスリルを感じると。あれはスリルなんですねもう怖っ、もうビクビクですけどね、はいはい、あのお金の上下は興奮やリスクを求めるので株式市場で儲けに出るのが楽しいと、うん、気楽に人と親しくなれるので新たなクライアントを獲得することができると、うん、でファイナンシャルアドバイザー、株式投資のブローカー、会計監査、銀行家、投資家などが書いてあります。保険代理業とか、うん、で次に来るのがエンターテイメント、スポーツとあって、エンターテイメントの分野には楽しむ機会がたくさんあるので ESTP に向いてると。 ESTP にとっての楽しむっていうのは働く上でとても重要、即断が必要とされる生き方を好み、活動的に生き生きと働ける職業を好むと。 ESTP 型は生来の工業主で、パフォーマンスとスリルと冒険を楽しむと。多くがスポーツ愛好家で、スポーツを扱う分野で才能を発揮する。他人と競争したり、他人をトレーニングしたりする活動を好むと。できるだけ周囲に人がいるところで働きたいので、魅力的で説得力のあるバーテンダーやオークショナーになると。で、あるのがスポーツキャスターとか、報道記者とか、工業主、ガイド、バーテンダー、プロの運動選手、スポーツジムのインストラクターとか、エンターテイメント業とか、トーク番組の司会者などが書いてあります、うん、なんで今これ読みながら、はい、本田かって、うん、本田圭介、はいはいはい、を思いながら今、うん、とかあの YouTube のブレイキングダウンで最近出てきた、はい、飯田なんとかっていう、まあ、わかんないです、あの岐阜のイケメンがいるんです、はいはいはい、そいつもこれかって今はい、思いながら読んでました、うんうん、まあ ESTP ばっかだったら、うん、PK 戦勝ったんでしょうねあんま勝ったかもしれないですね。もうなんかスリルを楽しんで、そう、もうツイッターが、うん、もう PK になった瞬間に、うん、もうダメだなんですよね。あ、日本だなとか思いながら、うんうんうん、でも僕も見ながらもう負けのオーラが漂ってるんですよ、うんうん、背中がもう、こんなってもう俺によこせじゃないですか、うん、俺がやったるみたいな、俺がやったるぜってど真ん中蹴ったるぜじゃないですか、うんうんうん、あんな感じじゃないですか、面白そうや、そう、もうみんなそーっとボール置いて、うん、なんかパスみたいなこう誰も手はありなかったって言いましたもんね。南のなんのちゃんがなんのこれ式がそうそう、もうしょうがないからもう責任感じゃないですかそれってJ だな、 J が出たんですかね、うんうん、なるほどで出てくるのが、すいません、手作業とあって、うん、手作業に関わる仕事は実際のものに触れる機会がある上、道具を有効に経済的に利用し技巧を凝らす機会があると、うん、ESTP の多くがメカに強く手先が器用、周囲に人がいる環境でも一人で仕事に没頭できると、うん、スケジュールが厳しければプレッシャーも感じるが実際に体を動かす仕事を楽しめる、うん、とあって、まあ、大工、職人、農業、酪農業、建設労働者、調理師とかありながら、まあ、電子工学専門家、うん、いや手を動かすって話ですね、うん、あとは整備士関係、システムサポート、まあ、オペレーターとか、うん、庭園の設計とか、村雨さんですね。村雨さんって誰ですか？あのオーストラリア人だったかな、要は、はい、外人なんだけど、うん、日本の庭園に惚れて、うん、国籍も変え、うん、庭師やってるんですよ、うんうんうん、金髪で、はいはいはい、うん、それも要は女性のサバゲー女子みたいな感じの、うん、海外の人だけど庭師ですみたいな、あの反転着て、うん、わかんないです、はいはい、というすいません、うん、家事って書いてありますもんね。家事っていうのは家事
家事、家のトンテンカン、トンテンカンの、あーはいはいはい、はい、家事屋さん、家事屋さんの家事、はいはいはい、で次に出てくるのがビジネス、うん、ESTP にとってビジネスの世界はあまりにも制約が多いと、うん、その上仕事で満足を覚えるにはペースが遅すぎると感じてしまうと。だがこの分野でもスケジュールに柔軟性があり、個人の自由が認められ、多様性がある仕事には魅力を感じる。彼らは優秀な起業家であり、新たなビジネスを起こす時のリスクを楽しむと。漠然としたものの中にチャンスを見出すのが得意であり、一流のセールスマンになるとあって、まあ、セールス、不動産仲介、自動車販売、経営コンサルタントなどなど書いてありますね。なんかこの人たちは先ほど短所を読みましたが、短所と思ってなさそうですもんね。まあしょうがないじゃんぐらい捉え方ですもんね。長所でも短所で捉えれば短所じゃないですか。君 ESTP 入ってるかね。いやわかんないですよね。君 ENTP だったっけ。 ENTP。 S になったこともある。 S になったこともある。あはははだからだ、うん、だから P がだからこういう感じなんですきっと。それも捉え方自体でこうなるんじゃないですかみたいな。知らんけどってつければ済むんでしょってとか、あの二等兵とか別にディスってないのにディスってるって受け止めるじゃないですか。それってまあ、うん、捉え方の問題ですよねみたいな。短所だって言われても、短所で受け止めれば短所だけど、短所で受け止めなきゃ短所じゃないみたいな感覚。そこ俺は短所だって受け止めたのなんですよ。そうで、まあ P の人は多分そういう風に受け止めるから、短所って言われてもそんなに傷つかないみたいな。なるほど、うん、なんか今、まあ、ないところがあると羨ましいなっていうのは私はどうしても、うん、はい、